お、アサミンプロさんいらっしゃい、こんばんは。いらっしゃい。楽しんでいってください。すいません、ちょっと肺炎気味です。咳込むことが多々ありますが、よろしくお願いします。フォローさせていただきました。よろしく。あ、どうもどうも。よろしくお願いします。ぜひぜひ、今後とも楽しんでってください。メガネどこやったんだろう。あ、本当に？悪い。すぐなくすんだよね。ポカリが効いてる。だからアネトン買わないとね、俺タン切れないんだよね。てか肺がダメージがすごい。肺が多分ガサガサになってる。いや、大丈夫だよ。うん。おお、ギバイコさんいらっしゃい、こんばんは。楽しんでてください。なんか、エビゾーさんのところに突入してたよね。エビゾーさん仲いいんすか？あれ？ライターがない、今度。ごめんの、乗ったライターある、そっち。ごめんね、ほんと。ライターある？あった。ごめんね、何回も。サンキュー。フォローありがとうございます。ジーメロさん、アサミンさん、オナツさん、フォローありがとう。
もともとリスナー時代にエビゾンのとこで遊んでたんですよ。あー、ギボさんって名前の人じゃなかったんだ。エビゾンさんのリスナーだったってことね。あ、そうなんだ。なるほど。ふうさんフォローありがとう。350人ですね、フォロワー。ありがとうございます。たった今、フォロワーが350人になりました。いいね、ふわっち。初見さん、どうも、フォローありがとうございます。和道と申します。サブカル言論系生主なんで、雑学王と、自称しておりますので、よろしくお願いします。ニコ生でね、4年間ぐらい配信をやってたんだけど、まあ、雑談がメインですね。オタクっぽい、こってこての話とかを聞きたい人は結構この放送ハマる人多いんで、オタクキスな人は楽しめる人だと思います。アニメとかね、漫画とかの話が多いかな、この放送は。政治とかはあんまり語らないですね。あと宗教とか、この宗教はこうだよみたいなね、宗教に関する知識が人よりもあるんで、その辺とかを語ることが多いですね。よろしくお願いします。ニコ生ではもうやってないですね。ふわっちメインですね。もともとニコ生頑張ってたんだけど、もうニコ生自体全然人がいなくて、で配信やるにしてもやっぱり人が集まった方が面白いじゃないですか。だからふわっちでやると大体50人切ることほとんどないですね。50人100人200人ってアクティブ集まるんで、僕はふわっちでやっていくのが一番面白いかなって今感じてますね。稼げるし、閲覧は伸びるし、あとニコ生お金かかるんですよ。放送するのに500円ぐらいかかるんで、今時古いなと思ってて、そこは配信する側がお金払うっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなっていうのは前々から思ってて、給料払うぐらいだったらわかるんですけどね、分配するとかちょっと考え方が古いなと思ってるんで、嫌いじゃないですけどね。ニコ生にいるリスナーさんも、仕掛けも。いや、運営の体質があんま好きじゃないんですよ。ニコ生は。これからはふわっち一本でやってきますね、僕は。
45名さんいらっしゃい。ダウスに出てね。こんばんは。Qちゃんボックス見るのが日課なんだけど、ネトクリってどう思う？ネトクリって何？あ、ネットクリスチャンか。どうだろう。俺は宗教で、ネットでクリスチャンやってるっていうのとか、ネットで仏教やってますっていうのは、根本的に間違ってると思ってて。宗教学的に言うと、エドスとかノモスっていう考え方があるんだけど、あんまりそこら辺では宗教っぽくないっていう。そう、エドスとかノモスとか聞いてないと思ってるから、無意識下における行動領域っていうのを支配されると宗教に属してるっていう風に俗に言われてんの。ネット見るだけじゃね、やっぱり宗教、クリスチャンですとは言えないと思うね。生き方だから、クリスチャンとかブディストっていうのは。だから、ネットクリスチャンですって、もし、実際会って言われたら痛いやつだなって思うな痛いやつだなっていう、正直そう思っちゃうかもしれない、っていうのも多分それは普通のクリスチャンとかもそうなんだけど、知識が浅かったりするんだよ。そう、キリスト教に対して。だからキリスト教徒よりもキリスト教とかに詳しかったりするから、Qちゃんとも対談してるよ俺。別に批判はしないけどね。否定はしないけど。でも、クリスチャンなら、キリスト教のこと、よく勉強してないと、やっぱダメだと思うね。てか、日本人はね、宗教苦手な人多いからね。日本人は宗教合わないと思ってるね。どちらかっていうと、Qちゃんボックスの放送にハマってるリスナーって感じだ。クリスチャンっていうよりは。キリスト教のどういうところに惹かれたんですか？まあ、クリスチャンだったら確実に神様はいるって断言できないとダメだよね。で、それを、体系的に説明できるようにしないと。反日牧師に悪込めしてるリスナー。ああ、そっち側の人間か。なるほどね。だからネットクリスチャンの存在自体を否定派してるってことか。でも、Qちゃん牧師はクリスチャンとして言ってることは正しいよ。キリスト教、もし Qちゃん牧師の放送を見て、キリスト教がカルトだと思ったら、それは正しい判断だと思う。キリスト教徒ってああいう感じだから、本当に。クリスチャンってああいう存在なの。だからあれは Qちゃん牧師が異常なんじゃなくて、キリスト教の異常性がよく出てるよね。Qちゃんの放送を見て、もし、あ、これちょっとやばいな、カルトだなと思ったら、それはね、キリスト教自体がカルトなんだっていう認識を持った方がいい。あれが正しい牧師のあり方だから。Qちゃんはクリスチャンとして間違ってる行動を一つも起こしてない。結構対談とかもやったんだけど、ザ・クリスチャンって感じだね。は神様の命令だったら戦争するのはありだって考える人ね。なんでかっていうと絶対神が言うことだから。ヤハウェが言うことだったら間違いないと。
イエスが人を殺せって言ったら殺せる人だよね。俺はどちらかっていうと原始仏教寄りの考え方するから、結構ドライかもしんないね。考え方、人生観とかは結構ドライかもしんない。ひろみさんこんばんは、楽しんでってください。いいことをしてるつもりで世界を悪くする人って結構いるの。これは世の中のためになると思って、本当に良くしようと思ってやってて、悪くなることってあるから、世の中には。今日のリスナーおとなしいな。なんだろう。ロム勢が多いね。盛り上がってこうよ。あ、本当に？助かるわ。タリーズ買ってきてもらえるとありがてえ。でかいやつ。鳥の声かわいいでしょ。嘘。ありがとう。寒いから気をつけて。好きだね。柚子とか特に好きだね、俺は。コーヒー飲まない方がいいかな。そうだよね。じゃあコーヒーいいや。いってらっしゃい。気をつけて。リステリンの揚げボトルっぽい貯金箱。リステリン、リステリン。リステリン、最近、歯槽膿漏を予防してやったんだけど、貯金箱欲しいなと思ったけどさ、貧乏人だから、リステリンの箱を改造したの。これ僕の貯金箱ですね。正解です。リステリン貯金箱です。いや、超便利だよ。ただね、シールがね、取るの大変だったから、俺はお湯につけて、シール取って。で、油、油分で、なんだ、ボディをケアする油あるじゃん。ベビー&ローソンみたいな。ベビー&ローソンみたいな。わかんないけど。それで油でこすって、
この、なんつうの、ステッカーの油分で取って、その後洗剤で磨いて、綺麗にした、うん。睡眠取れてるよ。乳液じゃなくて、あの、油あるじゃん。ベビーローソンか。ジョンソン&ジョンソンか。それで、油分でこう、油膜を張って綺麗に、こすった。ピコさんいらっしゃい。今日はね、ちょっとね、肺がやられてるから、咳込むことが多いですね。そう。油分で接着剤取って。で、その後油分を洗剤で落として。そしたら綺麗になったね、だいぶ。まだちょっと残ってるけどね。ピカピカに。ちょっとだけ残ってるね。ピカピカでしょ。アサミンプロさんは香川さんリスナーかな。プロって入ってる。どうしても香川さんのところのリスナーさんかなと思っちゃうね。香川さん面白いよね。貯金箱っすね。サイバーパさんいらっしゃい。僕の貯金箱です。ああ、そうなんだ。うちの、のんたん、彼女がのんたんって言うんですけど、のんたんも香川さんの古いリスナーさんで、知ってます？のりこぴー。昔はフィリップって名前だったんだけど、来てくれてありがとう。あ、じゃあのんたんのツイッターから来てくれたのかな？嬉しいっすね、来ていただいて。僕も香川さん好きなんで、よろしくお願いします。香川さんの配信、あれですね。FC2 の頃はたまに見たりしてたんですけど、なんかずっと寝てるなって印象で。初めてがっつり見たの最近で、この前のあの暗黒と、ネルさんと暗黒の絡みの時に見てすげえ面白かったですね。あ、そうなんですか。香川さんすごい面白い。ティロフィナーレ香川。やっぱトーク力と盛り上げ方上手いなと思って。Gメロさんはかつい楽しんでて。ふわっちみんなで盛り上げてこうね。もともと一番は、はじめは太郎さんを見ていました。便所太郎か。今は両方のサポーター。便所太郎さんも付き合いありますね、僕。便所太郎さんいい人で、兄貴分でね。よくしてくれてますね、便所さん。コラボ一回しました。花火で。あ、三社祭りの時に一回あったかな。狭い世界ですからね。配信者もね、結構数限られてるからね。ほんと狭い世界だと思うよ。大阪遠征に来られるので日曜太郎さんのタオル買いに行きます。いいじゃんいいじゃん、盛り上がるよ。嬉しい、喜ぶと思うよ。うん、大阪行くんだ太郎さん。いいよね。大田配信者はね、旅費とか出してくれるリスナーさんいるから、企画でいいね。
毎回タオル、そう。タオルだらけになるぞ。でも生活で使えるものがいいよね。ステッカーとかさ、ぶっちゃけた話。俺いらないもん。だったらタオルとかの方が俺はいい。体調悪いな。T シャツはいいね、着れるからね。でもなんかデザインがかっこいいやつ作ってほしいなと思うけど、だからデザインダサいのとかもあるじゃん。家でしか着れねえなみたいな。結構僕は服買ったら着たい派なんで、かっこいいデザインのグッズがいいなと思います。ライブとかバンドとかもデザインかっこいいじゃん。バンド行ったらパーカーとか買ってたな、昔は。お、新しいユーザーさん増えたかな、お知らせ。ありがとうございます。フォッチさん、ありがとうございます。フォローありがとう。香川万博の夏に黒をずっと着てます。いいじゃん。風邪ひいたかな。体調悪いマジで。ゴールデンウィークで売ってたの、ああ心技体ね。喉じゃなくて肺が痛いっすね。多分昨日から暖房をつけ始めて、で暖房って乾燥するじゃないですか。それでね、多分やられちゃったんだと思う。肺が弱いんですよ。だから咳込んで喘息みたいになってる、ちょっと。まあ熱とかは出てないし頭も痛くないんだけど、肺がとにかくやられてますね。みんなもあれだよ、寒くなるから風邪気をつけてください。私も喘息持ちなので季節の変わり目は発作起きます。きついよね。肺はね、空気吸うのが辛いからね。風邪と喘息とかね、もうタバコも吸えないし、きついよな。ダブルパンチだ。71名さんいらっしゃい。夜中の枠ですが、楽しんでってください。
メジコンか。俺も明日病院行こうかなと思ってて。俺市販で売ってるさ、なんつったっけな。甘い液体のやつがあるんだけど、なんて言ったかな。あれが効くんだよね。なんだっけ。シロップみたいなやつ。病院、アネトン。そう、アネトンは一発で効く。ただアネトン強い薬だからあんま良くないらしいんだけど、アネトンが一番効くね。あれ甘いし美味しいよね。小児科でもらえる薬とかも甘くて美味しいんだよな。子供の頃よく飲んでたもん。なんていう薬がわかんないんだけど。そうそうそう、アネトンだ。ありがとう、教えてくれて。あ、そうなんだ。ちょっと変わったんだ。今でもアネトン飲むと美味しいなって思っちゃうね。アネトン好きだね。マド君おはようさんです。三社祭りのとはいえ、ジュンさんお疲れ様です。ジュンさん、あれですか、三社祭りのお会いした時のジュンさんは、あのおしゃれななんかブランド物のバッグ、ヴィトンのバッグつけてた人かな。ジュンさんはあのヒカルくんとずっと一緒にいた人、金梅さんとかな。違かったらごめんなさい。どのジュンさんだろう。そのジュンさんで合ってんのかな。はい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 、ご無沙汰してます。どうもどうも。あのおしゃれなおっちゃんだ。あれですよね、お店されてる方ですよね、地元で。はいはいはい、ジュンさんご無沙汰してます。どうもどうも、お世話になってます。最近ふわっち来たんでよろしくお願いします。なんかニコ生、彼女がなんか爆破しちゃって、僕のパソコンハッキングしてニコ生バンしちゃったんですよ。だから最近はこっちでやってますね。どうもどうも、来ていただいて嬉しいです。ありがとうございます。あのかっこいいおしゃれなおっちゃんだ。しゅんさん。よろしくお願いします。バガーありがとうございます。ちゃんまんも最近あれですもんね。ふわっちメインですもんね。だからふわっち今熱いっすね。鈴木みのるさんに突しようとされてた人？いや、鈴木みのるさんが俺誰かわかんないな。うん。あ、バカプレゼントありがとうございます。誰だろう、鈴木みのるさんって。あ、バカプレゼントありがとうございます。誰だろうな、鈴木みのるさんが分かんないな、誰だか。なんかキャスの配信者疎いんだよね俺。67名さんいらっしゃい、楽しんでてください。今日はちょっとまったり気味ですね。パイルドライバーの社長さん、パンクラスの創設者。いや、わかんないな。あー、鈴木みのる。はい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 。おい、アイカいらっしゃい。やっほー。こんばんは、アイカ。ていうかさ、彼女がピンクローター、アマギフで買ったんだけど、さっきの枠で話したけど、ピンクローターやばいわ。彼女がピンクローター、パエリアまずかった。ピンクローター天城府で届いて、彼女がピンクローター使いたがってて、今日ピンクローター使ったらベッドがもう、彼女のノン汁だらけになったんだけど、ノンタン汁がベッド中でもうビチャビチャなんだけど、うん。大変だよ。ピンクローター使わない方がいいわ。ベッドがめちゃくちゃになったよ。ノン汁だらけだから今。塩吹いたらお前っつったら、わかんないって言って
わかんないよって言ってた。潮吹きやがったあいつ。若いっていいね。いや、結構年っすよ。彼女。34かな？ 3 つ上なんで。次からは下にタオル引いてやった方がいいよ。そうだね。ピンクローター舐めてたわ。びっちゃびちゃだわ、ベッドが。最悪だよ、ほんと。タオルと新聞紙引いてセックスするわ。女の人って潮吹いても分かんないもんなの？普通気づかない？とんでもない量がなんかベッドに染み込んでたんだもん。大阪で配信者たちとオフ中なので失礼します。ああ、どうもどうも、お疲れ様です。またぜひ。誰と飲んでんだろう。大阪に今いる配信者誰だ？誰と飲んでんだろう。最悪でしょ？ベッドびっちゃびちゃだかんね。気づくよね。普通気づくよね。性の喜び目覚めやがって、気持ちよさが勝ってたら気づかない。あ、じゃあ気持ちよかったんだね、多分ね。気づかないぐらい感じてたんだろうね。そういうことか。70名さんいらっしゃい。むしろ気持ちよくないと吹かないと思う。いや、ピンクローターが気持ちよかったんだろうね。じゃあ、男の人は潮吹かないから分かんないからね、どんな感じなのか。ていうかセックスって絶対男より女の方が絶対気持ちいいよね。リアクション見てて絶対おかしいと思う。こんなん絶対間違ってるっていうか、男の方が絶対気持ちよくないよ。100倍くらい違うんじゃないの、下手したら。そんな感じするよな。そんなことない？え、絶対女の人の方が気持ちよさそうなんだけど。100倍くらい気持ちいいでしょ。だって男って声出ないじゃん。あれ、要は声抑えらんなくて声が出るってことでしょ。おかしくない？男の人で、あん、あんとか言わないでしょ。いや、絶対女の人の方が気持ちいいと思う、俺は。出した瞬間に気持ちよさそうじゃん。過去に声出す人に遭遇したか引いた。やだな。男で喘ぐのはちょっと引くな、確かに。それはやだわ。それはやだわ。いたんだ。引くな、それ。男でもいるんだね、喘ぐ人。まあ、いろんな性癖の人がいるからね。やたらでかい声で、あん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 って、萎えるね。
でもさ、なえるって男にしかないんじゃないの？女の人にもなえるっていうのあるの？うん、男はさ、もう勃起しなくなるじゃん。男は。女の人がなえるっていうのがちょっとわかんないんだよ。濡れなくなるってこと？気持ち的に冷めるってこと？どういうことなんだろう。女の人のなえるがよくわかんない。気分的になえるんだ。男はわかりやすいじゃん。もう心と勃起率が連動してるからさ。なえたら本当になえるわけじゃん。ああ。でもセックスってその、なえさせないゲームだよね。乾くんだ。ああ。やだな。あれ乾いてるなってやだな、ちょっとな。へえ。面白い。男性の涙と愛情は隠すもの。男の涙はあんまり見たくないよね。わかるわ。男は泣くもんじゃないよね。俺も男の涙はあんま美しいと思わないかな。むしろ汚いもん、汚いっつうかなんか、かっこ悪いよね。めっちゃ泣く人いた。すげえ嫌なんだけど。へこむわ、それ。俺も男が泣くのはないなって思っちゃう。やだな。え、なに？どういうことで泣くの？喧嘩とかしたら泣くってこと？サノッチがディスってたぞ。いや、ほっとけや、あの豚野郎。俺大嫌いなんだよ、あいつ。アイラいらっしゃい。珍しいじゃん。俺あのデブ嫌いなんだよね。アイラも嫌いじゃないの。あいつの配信とか見んの？つまんなくね？あいつ。本当に面白さ一つもないじゃん。俺あいつ嫌い。関わりたくない。ガチで NG だから。暴言吐くから言い返したらすぐ泣いた。男性小さい頃はめっちゃ泣きましたよね。多分女の子の方が強いと思うよ。子供の頃は。っていうか、基本的に俺は女の人の方が精神力あると思ってる。男の方がか弱いし繊細だよ。基本的には。日本人の女性は強いよ。ていうか、スクワットしすぎて股関節痛えし、足は痛えし。アイラ言っといて。言いたいことがあんなら直接言いに来ればって。スカイプでもトツでも何でも受けるから。生主ランキングとかやってて、和道と宮川を一番下に置いてる？あ、そうなんだ。いいんじゃん、別に。うん、俺も相手にしてねえから、あいつ。ほっといていいよ。マジで。マジであのデブ嫌いだから。いや、能力ないし、面白くないし、しかもなんか女から金引っ張ってるし、マジでダサいと思ってる。
あれでしょ？当てつけでしょ？頑張り屋っていうかなんかペコ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 してるし、自分のネタ持ってない時点で結構恥ずかしいなって思うよね。なんか、ゴロリさんのネタをあたかもなんか自分が考えたネタかのようにやってて、寒いなぁとか思って。なんかネタ考えられないやつとか、フリートークできないやつは俺は配信やるべきじゃないと思ってて。しかもなんか自分が力あるって勘違いしてんのがなおさらムカつく。別に、その面白くないのは仕方ないけど、自分が面白いって勘違いしてんのはマジで痛いと思ってるね。結構マジで軽蔑してるかな、あの人は。そう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 。昔からだよ。ここね、半年ぐらい超態度でかいよ、あいつ。嫌いなやつ多いもん。配信者で飲んでても。あ、ていうかさ、アイラに聞きたかったんだけど、Windows で、テロップとか出す。要は画面キャプチャーとかやるの、仮想カメラデバイス何がおすすめ？ニコ生ライブエンコーダーできないから、何入れようか迷ってんだけど、おすすめのやつあったら教えてくんね。あの仮想カメラデバイス。多分フラッシュライブメディアエンコーダーでエンコーディングすればいいと思うんだけど、仮想カメラデバイスで迷ってんだよね。まああれはニコ生の大手の待機場だね、完全に。ほっといていいよ。あいつに何言われても痛くないから。ただ俺は配信者としては全く尊敬してない。ちょっとトイレ行ってくるわ。
ただいま、戻ってきたよ。週5とかも狂ってるでしょ。トロスこれ舐めればいいの。うん、ありがとうね。あ、これ？あ、ありがとう。ただいま、彼女が薬買ってきてくれた。ありがとうね。覆面からお分けください。カラオケいいよね、楽しいよね。カポナーラいただきます。 KP、 おー、ナウシカさんいらっしゃい。うん、うま、これ、これめっちゃうめえ。カコナール、うめえ味、超好きな味。あの駄菓子屋のコーラの味、うま。おい、のばっちさんいらっしゃい。超うめえ。駄菓子屋のコーラあるじゃん、30円ぐらいのチューチューするやつ、あの味。来てくれてありがとう、フォローしてね。どっから来たの？カコナール超うめえ。うん。生姜柚子。生姜柚子がいいな。うん。あの薄いコーラ、炭酸が入ってない。後ろ彼女がね、俺風邪ひいてるから、今、あの、なんか作ってくれてる。トローチ買ってきてくれて。トローチの栄養ドリンク買ってきてくれた。優しいよ、俺の彼女。最高の彼女だよ。うん。ニコ生込みを爆破したり、LINE を覗かなければいいんだけど。それさえしなければいいんだけど、嫉妬心だけはなんとかならないかなと思ってる。俺にベタ惚れだね、彼女。え？カップ黒いやつない？あ、黒いやつここだ。これ洗って。これもコーヒーこべりついてる。うん、勝手に俺のパソコン覗いてコンバッカしちゃうんだよね。もう本当にダメだからね、コンバッカは。うん、ツイッターアカウントとかも全部だからね、ノンタ。うん、いや、寝れないんだよね。加藤ちゃん一途だと思うよ。俺一途だよ、昔から。あんまり浮気とかあんま好きじゃないね。爆破の理由は何なん？いや、わかんない。彼女がヘラって彼女に聞いて、それは。なんか俺の好みを爆破し始めたんだよ。マジ最悪だよね。仕事から帰ってきて、よし放送頑張ろうと思ったら、あなたのコミュニティは存在しませんって書いてあった。え？と、なんで俺の好みどこ行ったの？みたいな。うん、あれはびっくりしたよ。存在しませんってどうなるかっていうと、こうなるね。帰ってきて放送しようと思ったら、エラー。お探しのコミュニティは存在しないか削除された可能性があります。こうやって勝手に削除されてた、彼女に。
うん、怒らないよ。怒っても何も解決しない。あのね、人間の怒るっていうのは、相手の成長を願うとかそういうことじゃなくて、自分の怒りをぶつけてるだけだから、関係が悪くなるだけなんだよ。俺はのんたんとね、関係を良くしたいから。うん、怒るっていう行為は子供がやる行為だからね。うん、怒るのは簡単だけど、許すのは難しいんだよ。俺のこと憎くてやったわけじゃないからね。自己表現が下手なの。うん。許せる人はね、いい人だと思うよ。大人ね、どうなんだろうね。どうだろうな。でもまあ、配信で、まあ、俺は自分で今、セミプロって自分のこと呼んでるんだけど、配信のプロではなくて、セミプロだと思ってるんだけど、レッツノートが一番ね、配信においてはレッツノートが一番いいの。配信に限る。これは。で、なんで配信者みんなレッツノートかっていうと、まず、バッテリーの持ちが全然違うんだよ。バッテリーがいいのと、あと軽いのね。とにかく薄くて軽いの。そこがすごい。だから、外配信すると、ノートパソコンずーっとこうやって持ってんのよ、片手で。だから腕が痛くなるんだけど、レッツノートはもう何時間でも持てるっていうのがでかいかな。その二つだと思うよ。耐久性があるとか、いろんな理由があると思うけど。軽いのとバッテリーの持ちがいい。うん。この二つだね。だからレッツノート以外配信では考えられない。いろんなパソコン試したけど、MacBook Air はもう軽いけどね、外配信は向かない。アルミのボディだから、夏場ね、太陽光吸っちゃって、オーバーヒート起こすんだよ。Mac は本当に気に入ってて、本当に完璧なパソコンだと思うけど、外で使うように設計されてないね。冷房の効いた部屋で使う、ブルジョアなマシンですよ。今時スマホで外やるんちゃうの？そこは古い配信者だから俺のこだわりかな。どうしてもパソコンで配信したくなるんだよ。画質も音の拾いも違うし、スマホ配信って結局腕の距離感だけでしか表現できないけど、なんつうの？遠くに離れてコメントが読めたりとか、パソコン置いてなんか表現できたりするの。そこがね、全然違うんだよね。やっぱ配信者、プロ目指してる人はパソコンでやるべきだと思うよ、俺は。スマホでやるのはなんか、キッズっていうか、プロ意識あんま感じないね。うん。そうそうそう、コメビュー出したり、録画したりとか、うん。あと、テロップ出したりとか、いろいろできるから。ヒーセさんおはよう。だから俺は、パソコン派だね。断然パソコン派。まあ、スマホでいいっていう人もいるけどね。バッテリーの持ちとか考えたら、スマホの方が簡単にできるからいいかもしんないけど。配信やってるつもりになんないんだよね。もう慣れだよね。3年間もパソコンで配信やってたら、やっぱ、パソコンで配信したくなるのが差がだよ。それは仕方ないことだよね。
多分やってみないと分かんないと思うよ。画質が全然違う。本当に。天と地ほど差があるから。運転の差ってやつだね。まあでも、パソコンで配信しなくてもね、今手軽にできる時代だから、まあやりたいようにやるのが一番いいんじゃない？そこはこだわりだから、ただ。俺が配信始めたきっかけは、逮捕されてたんだよ、俺。牢屋の中いて、で、不労所得とか持ってて、食うのに困ってなかったんだけど、まあ仕事もクビになるだろうし、自営業やってたんだけど、もうダメだろうなと思ってたの。そこで、これからは、ビジネスはもうやめようと思ってて、新しい形で自分自身を商品化して遊んで暮らせるようになろうと思ったのね。それで、YouTube やるか、配信やるか迷ってて。で、ニコニコ生放送人気があるって聞いたから、じゃあ一回やってみっか、みたいな。とにかく、ネットタレントみたいなことやろうと思ってたね。Facebook でも Twitter でも何でもよかったんだけど、配信が一番情報量多いと思ったから。うん。生活保護の調子って言われても、それは国に聞いてください、ケンさん。僕は別に生活保護の調子は全然気にしてないですよ。遊んで暮らせるようになりたかった。あ、そうなんだ。ゆずか姫やってんだ。ふわっちゃいいサイトだよ。すげえ。これからまだまだ伸びると思う。これ今ふわっちに腰据えてドンってやってるね。このサイトは伸びると思う。まだまだ。1年間でここまで伸びてるのすごいと思う。実際稼げてるからね。みんなガンガンやるべきだよ。遊びって何遊ぶの？もう俺はだから配信が遊びだと思ってるから、遊んで稼ぐって感じかな。うん。遊んで暮らしたいんだよね。人生舐めてる？そうっすか？別に舐めてはないと思うんですけどね。迷惑かからないんだったら、誰かに迷惑かけるのは良くないなと思うけど、自己責任取れるんだったら、まあ別に遊んで暮らしてもいいのかなと思って。いや、俺は別に遊びには金かけないですね。うん。遊びにはあんま金かけない。稼ぎたい感出せる人はふわっちいいけど、ちょっと臆病感出る。臆病感？なんだろう、臆病感って。別にみんながみんな稼がなくていいと思ってるよ。俺はただ単に配信で稼ぎたいなと思ってるだけで。おい、こんばんは。お、あれ、青くさん、あれだっけ？あれ、キャスの人じゃなかったっけ？フォッチもやるんだ。青くさんいらっしゃい。アンクさんってあれだよね。キャスの人だよね。俺の記憶だと。
今日の予定？いや、今日は別に、昼間仕事なだけだね。特に予定はない。反省寒くないよ、全然。顔出し配信しててのデメリットってある？やっぱ顔バレするから、街歩いてて、和道です、和道くんだよね、とか、和道さんですよね、とか、リスナーさんにすげえ声かけられる。そこはデメリットかなって、顔バレしてるっていうか。うん。だからそういうのが嫌な人は、顔出さない方がいいかな。顔が割れるっていうの。メンタル強くなる方法を教えてください。俺メンタル弱いよ、全然。だから、自分でメンタル強いと思わないから、何もアドバイスできないな。だから、どっかで誰かが俺のこと見てるから、街中でも。絡まれたりするよ。するする。うん。するする。握手してくださいはないけど、写真一緒に撮ってくださいとか、飯今度食いに行きましょうとか、今から行きましょうとか、写真が多いかな。握手もたまにいるけど。うん。新宿、池袋、渋谷の、人混みがあるところは、まあ、今日声かけられっかなとか考えたりするね。うん。嫌な絡み今まであった。沖縄からお前のこと殺すって言って、次の日本当に来た人いたけどね。うん、そういうのもあるし、うん。うん。あ、そうだね。プチ芸能人みたいな感じかな。寒くて布団から出れない。わかるわ。寒いよね。東京も寒いよ。マジで風邪っ引きだよ。まあでもしょうがないよね。顔が割れてくるっていうことは、自分が目指してるものに近づいてるもんだと思ってるから。俺はまあ、有名勢だと思ってるの。そこら辺は。仕方のないことだなと思って。有名になりたいっていうか、まあ、有名になりたいっていうか、俺は別に配信で食ってければそれでいいと思ってるから、ただまあ、有名にならないと食ってけないだろうなと思ってるね。有名イコール収入が上がると思ってる。スクワットでトータル1万5000円ぐらいかな。この2日ぐらいで。もうだから筋肉痛だよ。パンパンだよ。1万5000円いくかいかないかぐらいかな。インフルエンザとマイコプラズマ流行ってるから、あ、マイコプラズマなのかな？インフルエンザっぽくないけど。うん、肺が痛いんだよね。
タバコは20本かな。ちょうど1箱だね、俺は。最近本数減ってきてるけど。いきなり失礼します。ヒカルくんとの絡みでコメント見たんですが、生ポなんですか？そうっすよ。僕生活保護ですよ。ヒロさん。いらっしゃい。変態仮面さん。配信でやってくん？そうだね。俺は配信で食ってこうと思ってるけど。マイコプラズマは咳が止まりません。自分もなったことある。マイコプラズマなのかな、俺。ちょっと怖いな。マジか。やられたかな。明日病院行ってみようと思ってる。禁煙して6年経つけど体重27キロ増えた。まあ増えるだろうね。配信で飯というと配信者は個人事業主としてですか？そうですね。僕は個人事業主ですね。はい。まあそれは人によると思うけど、会社に所属する人もいれば、個人事業主でやる人もいれば、なんか登録しない人もいると思うけど。いろいろなやり方があるからね。まあ稼げるようになったら、いや、上着は全然寒くない、本当に。大丈夫、大丈夫。ただ、咳が肺炎気味なんだよね。俺、あんまり腹筋の好きじゃないんだよね。ありがとう、ヒロさん。ありがとうございます。よろしくお願いします。あざます。フォロー嬉しいっすね。おはよう、ヒーローさん。おはようございます。楽しんでいってください。会社や個人事業主になり、職業として認知度を上げないとずっと小敷とか言われると思いまして。どうなんだろうね。最近言う人減っただろうね。うん。最近あんま小敷って聞かないっすね。まあ、言いた人は言わせておけばいいんじゃないの。小学生がなりたい職業に YouTuber がランクインしてるそうですね。小学3年生かな。まあ、いい時代だよね。うん。それはみんななりたいだろうなと思うよ、俺も。いいことだよ。なぜかわからないけど、ブロードバイマックスからの営業電話がうざい。多分リスト出回ってんじゃないの。リスト取られちゃったんだろうね。和道さん、肺炎気をつけてください。マイコプラズマ肺炎になって医師に死ぬところだったって言われたんで。マジで？そんなきついの？ちょっと病院行くわ、早めに。ありがとう。さすがに死ぬことはないだろうけど、肺がぜい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 してきついね、ちょっと。好きな芸能人いっぱいいますよ。誰だろうな。何のとか好きですね。彼女は何の仕事してんの？彼女は働いてないよ。ポッポさん、働いてないですね。
あ、メガホンありがとうございます。あざす。何のですね、何の好きっすね。そうそうそう、南の横。うん。渋い、そう、可愛くない？渋いかな。そんなに自分では渋いと思わないけど。ここの BGM は、DOVA っていう、DOVA っていうサイトの無料で撮ってますね。DOVA、ドーバって読むのかな？フリー BGM サイトですね。うん、君の名はね、見てないんだよね、まだ。初見さんいらっしゃい。薬剤師さん、よろしくお願いします。楽しんでってください。和道です。もし面白かったらフォローしてください。ありがとう。スプーンいらない。うん。置いて。ありがとう。ありがとう。うん。占い師？ああ、浅井さん？浅井さん占い師じゃない。神様だよ、あの人。そうそう、スケバンデカとかね。浅井さんはね、占い師じゃない、神様です。あの人は週1回ぐらい来る。あ、新しいフォロワーさん増えたっぽいんでご紹介します。新しいフォロワーさん紹介します。ヒロさん、フォローありがとうございます。ヒロさんありがとう。パソコン壊れかけてるっていうか、もう壊れてますね。ちょっと手に入れないとやばいんで、もしよかったらアイテムで応援してください。ピンチです、ピンチ。パソコンぶっ壊れ中です。
熱があったり頭痛はないですか？熱あったり頭痛は一切ないですね。とにかく肺が痛い感じ。肺だけ。熱もないし、なんか肺炎みたいな感じ、ぜい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 するみたいな。喘息みたいな。エアコンで肺痛めたんだと思う。和道さんの性癖？俺の性癖別にノーマルだと思うけど。別に大した性癖じゃないと思うけどな。なんか特殊な性癖あるっぽいよ俺。特にないよ。彼女同棲してるんですか？手こきは大好きですね、僕は。いや、別に手こきが好きなわけなんじゃなくて、彼女の手こきが最高なだけなんですよ。彼女の手こきはマジでやばいと思ってる。で、彼女と同棲してるわけじゃないですよ。遊びに来てるだけです。いや、すごい手こきだかんな、マジで。マジであの手こきはマジでやべえよ。どこで覚えたんだっていう。一緒に住めたらいいなとは思ってるけどね。詳細が知りたいって言ってもな、別にていうか味わってみないと分かんないと思うよ、そのすごさは。で、彼女に味わわせるわけにいかないからじゃあ彼女貸すわとかないでしょ。だから残念ながらそのみんなにシェアすることはできない。すごいんだよ、彼女の手こき。普通手こきってしごくじゃん。だからこう、ぬめぬめみたいな、こう、デュルルンみたいな、こう、わかる？言いたいこと。こう、滑っていくんだよ。手がね、手が滑っていくんだよ。粘膜を刺激していくんですよ、僕の。僕のマイリトルサムを。和道の咳の音で分かった。気管支炎だ。多分それだよね。ブルさんいらっしゃい。おはようございます。ブルさんどうも。多分ね、ぜい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 言ってるから気管支炎っぽいよね。喘息持ちなんだよね、もともと。ぬめぬめには潤滑油が必要。俺もそう思ってたんだけど、彼女は手から何かを分泌できるみたいだね。手こきしてもらった後、手握手したら、手触ったらヌメヌメだったかって。多分ね、彼女は手のひらからね、ローション的な何かを出すことができるんだと思う。あ、美味しいね、これ。染みるわ。喘息なんだ。辛いよね、喘息ね。
あ、カタツムリ的なの、そんな感じだね。そう、多分彼女の前世カタツムリかなんかだよ。うん。今年の初め気管支炎から肺炎になって真相になったから気をつけてね。気をつけな。あ、わかりました。明日病院行ってきます。ちょっと肺がちょっと痛いんで。手こき風俗みたいな彼女なんだ。手こき風俗だとは別に思わないけど、手こき風俗ってジャンルがあるの？そういうの風俗行かないからわかんないな俺。肺炎辛いっすよね。呼吸ができないって相当辛いよね。呼吸ができないってどういうことだよと思う。辛いっすね。彼女がね、今トローチ買ってきてくれたのと、あとあれっすね、今柚子のホットの柚子のその喉にいいやつといろいろ買ってきてくれました。あと、カズの引き始めの、なんかこれ美味しかった。カコナール。カコナール買ってきた。ありがてえ。息がしんどいと体だるい。なんか、ちょっとね、嫌だね、だるいね。ちょっと嫌だ。明日仕事だから。和道さん、よろしくですよ、初見。波、なんて読むんだ、これ。波春？なんて読めばいいのかな、これ。初見さんいらっしゃい。波春でいいのかな。面白かったらフォローしてね。うん。ありがとう、来てくれて。よろしく、初見さん。ハジュンって読むんだ。ハジュンさんいらっしゃい。ハジュンさんありがとう、教えてくれて。楽しんでて。エロとか病気とか忙しいね。本当だよ。気管支炎の状態で俺は手こきされてたからね、今日。ハードな一日だよ。毎月一回呼吸器科に通ってますよ。鼻炎もありますし。俺もね、最近鼻炎で病院通い始めたね。ナザールもらってる。薬が増えてく一方だよ、本当に。無理しないで。あ、了解です。全然無理はしてないけどね。まったりやってるから。ただ、いつもより、声が小さいかもしんない。息を吸い込むと苦しいから。感想は敵だからね。ブルさん、ムツオさんのとこでお疲れ様です。ああ、そういうことか。あ、これ、超喉にいいわ。これは効く。いや、ちょっとぜいぜい苦しいね。ただ寝てても苦しいから、起きてた方がマシだね。彼女もうお湯沸かしてないよ。俺のこのドリンク作ってくれるためにお湯沸かしてただけで。ああ、そうなんだ。ヒカルくんのところからなんだ。ヒカルくん面白いからね。うん、熱い男だよ。ヒカルくんは。彼は伸びるっしょ。
まだまだ伸びると思うよ。何やってんの？あー無理だよ、ここソファーガーってやんないといけない。そっち側しかない、開いてない。赤いやつってこのコーヒーメーカー、うん、いいよ、いいけど届かないよ絶対こっち側に、うん、いや向こう側でやるのがいいと思う。こっち側抜けないから、この下だから。今はできない。彼女顔見せ全然するよ。たまに出るよ、この放送。なんで？てかタイムシフトに彼女乗ってると思うよ。ああ、そうなんだ。今、なお売れてるね。大手の一員でしょ、もう。アンチ増えちゃったけどね。まあ、最初はしょうがないよ。売名していくしかないから。配信者はみんな倍名称大きくなってくるんだから。131名さんいらっしゃい。俺売名は、うん、橋本くんはまあ向こうから来たからあれは売名じゃないもんな。なんだろう、暗黒の生の雫の企画出たりとか、稲子の家に行ったりとか、あとレイチェルとかと大阪でコラボしたり、あと誰があるかな。まあ向こうから来ることの方が多かったかな。ワンワンとか、うん、俺から行ったのカネマンとか、あと誰行ったっけな、カネマンとかコッペとかと喧嘩したりとかあったけど、売名って感じでもなかったね。普通に喧嘩してた感じだ。昔勢いあった生の人結構わちゃわちゃすることが多かったって感じかな。あ、ていうかこのドリンクめっちゃ効くわ。喉温まってきた。その肺の入り口が。かな。すごい、すごいいい。ありがとう。空気清浄機、うん、うん、ありがとう。社会よ。うん、稲子とゲイ動画見た。
あとは、俺は三社祭りじゃなくて、なんだっけ、四国のさ、阿波踊り配信とかやってたね。阿波踊り配信とか。122名さんいらっしゃい。フォローよかったらしてください。お願いします。トイレ行ってくるわ。いらっしゃい。メルタンこんばんは。配信で食える時代も来てると思うよ。で、もっともっと広がると思う、俺は。実際俺も稼げてるし、ふわっち来てから。うん。いい起爆剤になってると思うね。時代が変わってどんどん他の配信サイトも食えるように改良してくんじゃないかな。わかんないけどね。どうなるか。流行り廃りやるから。新しいフォロワーさんが増えたのでご紹介します。ニコニコ監視員さん、おお、いつもありがとうございます。フォローありがとうございます。よろしく。食えるようになるでしょ。このソファーはね、ネットとかじゃなくて、リサイクルショップで2000円で買ったんで、ああ、どうも、風船10個ありがとうございます。これはね、どこかわかんないですね。どこで買えるか。元のブランドがわかんないから。これ2000円で買ったの、中古で。うん。なんか、本当は5000円って言われたんだけど、それでも安いなと思ったけど、売れないからいいやって、もっと引き取ってって言われて、2000円でいいよって言われたの。うん。なんかね、あんまりソファーとかリサイクルショップで置きたくないんだって。家電とかがいいらしいよ。新しいフォロワーさん増えたのでご紹介します。フォアさん、フォローありがとう。3人掛けのソファいいよ。寝れるし。うん。あと、俺、なんかスタンド、ライトスタンド欲しいなと思って、これ3発ライトがつくんだけど、電球が。これ1万円ぐらいすんのよ。アマゾンとかだと新品で。これも1500円で買った。これいいでしょ。ライトスタンドで、こっち側も電気つくみたいな。こういう風に。うん。うん、これも2000円で買った。買い物結構うまいんだよ。リサイクルショップ回ったりとか、フリマ回ったりとか、結構いろんな安く買えていいもの買えるところもあるね。耐久品は中古でも全然いいからね。うん。もともと配信始めた時生活保護を受け立ててさ、何も持ってなくて。俺この部屋で段ボール引いて寝てたからね。段ボールを布団にして。部屋手に入れたのにホームレスと変わんねえなって言われたもん。だいぶ物増えてきたよね。バカプレゼントありがとうございます。ちなみに僕は花火を一発されるたんびにスクワット5回やるんで、10秒以内にスクワットを達成できなかったら、僕は川に飛び込む約束をしてます。花火が上がってから10秒以内にスクワットします。ハジュンさん、フォローありがとう。新しいフォロワーさんです。ハジュンさん、ありがとう。頭いいかな？いや、全然自分で頭いいと思わないけど。うん。
バカですよ僕は、うめえこれ、ビタミンが美味しいんだね。昨日それでだいぶ稼いだからね、2万円ぐらい稼いだかな、スクワットで。筋肉痛なんで今、めちゃめちゃきついよスクワット。後ろにはね、キングスライムとホイミンがいるよ。キングスライムとホイミン、かわいい。UFO キャッチャーの撮ってきた。あ、あ。UFO キャッチャーね、昔から得意なんだよね。いや、結構取るの簡単だよ。
ニコ生マジでオワコンだな。今ニコ生見てるんだけどクソつまんねえな。やばいわこれ。サノッチ見てみたけどクソつまんなかったもん。安定感ある生主全然いねえな。やばいこれ。オワコンだね。大丈夫かよニコ生。サノッチなんてクソくまんねえ。うん、でも上位だからね。ニコ生で上位だから。117名さんいらっしゃい。キャスも今大手やってねえな。面白い放送ねえな。ないね。全くないね。ライバルが全然いない。ライバルが皆無だわ。キャス開こうかな、俺も。今、おすすめ規制だから意味ねえか。おお、ちいさんどうもどうも、お疲れっす。ちいさんコラボする？
コラボするんだったら立ち上げ直すけど。だるい。やってみる？コラボ。今飯か。じゃあいいや。なんか今日はね、なんか知んないけど、今日コメントがね、少ないんだよね。今日は、コメント激化そうだね。な、調子狂う。たまにあるんだよね。たまにある。コメントかそるときは。まあそういう日はね、そういう日ではもう耐えるしかないんだよね。初見さんいらっしゃい。マンタさん。楽しかったら、フォローよろしくお願いします。和道と申します。よろしくお願いします。ニコニコ生放送で3年間ぐらい、生主やってたんですけど、今ふわっちメインでやってますんで、応援よろしくお願いします。今日はみんな寝落ちしてんのかな。ラジオ代わりに聞いてる人が多いのかもしれない。まったりやろ。2ちゃんでも見るか。2ちゃんまとめでも見ながら配信しよう。ニコ生やってるの知ってますよ。ニコ生小見さん知ってますよ。ニコ生ね、実はね、彼女が爆発しちゃってもうないんですよ。だからふわっち登録して。ああ、登録してくれたんだ。ありがとね。仕事はね、10時半から朝の。つばくそさんいらっしゃい。風船ありがとうございます。朝10時半だから、ゆっくりできるよ。知ってる？じゃあ、ふわっちで応援して、俺のこと。よろしく。もう僕はふわっちでやっていこうと思ってるんで、これからはふわっちの時代ですよ。フォロワー増えた。ありがとう。新しいフォロワーさんをご紹介します。マンタさん、フォローありがとうございます。よろしく。間違ってたらすいません。和道さんってゲルゲ殴った人？違うよ。ゲルゲに指一本触れてないのに、ゲルゲが殴ったとか言い始めて、あいつマジでシャブ中だと思うよ、本当に。マジでゲルゲはシャブ中だと思う。本当に指一本触れてなくて、ウナのところにリア突したんだよ。その瞬間なんか、おい、何カメラ回してんだよ、この野郎とか言って、パソコンガシャンって言われて、おい、もう二度来んだよとか言って、ガシャンって言われて、で、ふざけんなよって叫んでたの、家の前で。そしたらゲルゲさんがガチャってきて、うるさいんでもう帰ってくださいって言われて、わかりましたっつって、すいませんでしたって言ったら、ワドに殴られたとか言って、クソだよ、あのカップル、本当に。マジで嘘つき。指一本触れてないから、俺、ゲルゲさんに。てか、女に手あげない。あれはね、本当にね、シャブやってると思うよ。言ってることがおかしすぎる。マジでシャブやってると思う。ネタじゃなくて。俺もその時見てた。おはよう。キジャルモンジャラさん、おはよう。あれは普通にムカつくよね。なんで嘘つくんだろう。
めちゃめちゃ嘘つかれてるのか。俺は女性に手あげないですよ。女に手あげるやつは最低だと思ってるんで。和道さんが好きな配信者誰？うなちゃんマンかな。うなちゃんマンかな。ゆいがさんと、うなちゃんマンと、あと誰だろうな。みどりさんかな、うん。あの辺は好きだね。矛盾してるんだけど、ちょっともう一杯柚子飲みたいからちょっと入れてくるわ。喉が痛いからさ、柚子茶を入れてくるわ。結局好きなんじゃねえかよ。好きなんだよな、リスナーとしては。だよ、人間としてはクズだと思ってるよ。リスナーとして好きなのはルナだよ。金梅さんは昔の金梅さんが好きかな。キチガイやってた頃、ニコ生で。あの頃すげえ面白かったな。金梅さん好きだね。ただ今の金梅さんは別に面白いと思わないかな。
おはよう。ひでこさんいらっしゃい。ハートありがとう。あ、もう朝か。朝5時46分か。こんな時間か。それは寝てるわ。通りでおかしいなと思ったんだよね。なるほど。それはコメントもかそるわ。鬼女と会ったことないから分かんないな。鬼女って既婚の女の人でしょ？分かんない。鬼女ってサイト、いや、見たことないのよ。わかんないのよ。どうなんだろう。見たことある？俺はないね。俺はない。
おはよう。おはようございます。そうそう、K4聞いてた。ドラマーが、ドラムやるからさ、俺も。なんかドラムうまい小学生がいるんだよ。俺生ポだよ。安尾さん、俺生ポ。うん、生活保護だよ、うん、全然隠してないっすね。収入申告もちろんもちろん。じゃあ詐欺になっちゃうもん。やってますよ。新宿区役所ね。うん。やってるよ。うん。偉いっていうか、まあ当たり前のことだからね。生活保護は最低限の生活を保障する制度だから、悪用したらダメだと思ってる。マイナンバー来たけどね、なくしちゃったんだよね。会社に提出しないといけないんだよね。マイナンバーどこやったんだろう俺。マイナンバーなくしちゃうんだよな。どこやったんだろう。マイナンバーどこやったんだろうな。マイナンバーってカードだよね、確か。どこやったんだろうな。再発行めんどくさいんだ。マジか。どこやったんだろうな、マイナンバー。会社に提出するように出してくれって言われてたから、早めにやんないとね。思い当たるところがねえな。なくしたっぽいな。参ったね。みんなマイナンバーちゃんと保管した方がいいよ。
マイナンバー。監視あるけどカード発行はしない予定。なんで？なんか行政とか結構マイナンバー出せって言ってくるよ。今後。カードってあの写真付きのカードか。ないな。俺はマイナンバー賛成派だからね。脱税する人とかがいるのは良くないから。税金は払うべきだと思ってるし。ないなぁ、マイナンバー。どこやったんだろトイレ行ってくるんだよ。
亀井さんいらっしゃい。亀井さんいらっしゃい。フォローありがとうございます。ヒーローさんフォローありがとう。おいーす。おはよう。通りすがりのコアさんいらっしゃい。楽しんでいってください。オールですね。うん。夜起きたかんね。夜起きて、パエリア作って。だからこのまま仕事行く。9時半ぐらいまで配信やろうかなと思ってる。生ポ州なくなったよね。なんで？働いてるからじゃないの？ミーコさん。うん。わかんないけど、生ポ州が何なのかわかんないけど。うん。生ポ州してた、前は。一回枠切りますね。チケットもったいないんで。新しく枠開き直します。俺は5時半に起きて今電車の中。マジか。頑張ってね、今日から。うん。週末だからね。今日金曜日だよね。うん。今日行ったらお休みだから。頑張ってください。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。